はい、井戸はやっと新品のね、井戸ポンプ交換しました。で、井戸のね、この、ハンドルはね、こういう風に時計回しにすると止まる。で、こういう風に反対側回りに、こういう風に回すと反時計回りにするとお水が出る。で、給湯器も一緒なんだよね。給湯器もこっちにこう回すと止まる。こう回すと出る。で、井戸を交換したばっかりの時は、給湯器のね、ここのところ、ここのフィルターに、鉄とかさ、砂とかが溜まりやすいから、まずここをこう、こっち回りにして止めてから、しっかり止めてから、ここは外してね、ここ外して掃除する。今ね、井戸のポンプを交換してもらったんだけど、トイレもね、今、水が出なくて、このメッシュ、こういうとこにね、詰まっちゃってるんだよね。これ掃除しないと、洗濯もできないから、井戸のポンプを新しくしたばっかりの時は、このゴミが詰まるからね、掃除しないとダメですね、こういうとこ。洗濯はできなくて、ここのメッシュがね、詰まって、これで、水が流れるようになると思うんだけど。やっぱこういうとこがね、詰まっちゃうからね。井戸のポンプをね、交換したときは、こういうとこ隅々ね、こういうとこ、水は茶色いです、最初ね。交換したばっかりのときは。砂が入って、ね。キッチンのね、キッチンのこういうところもね、今洗ったけど、こういうところ、こういうとこも詰まってるからね、あ、ここ開けて、この中のメッシュにいっぱい砂とか鉄分とかあるからよく掃除しました。トイレもね、ここちょっと汚いけど、水は今交換したばっかりで、ここにね、ゴミがさ、ここに鉄とかさ、砂とかがさ、井戸交換したばっかりだといっぱい溜まって、今こう出なくなっちゃったのね。ここあんまり溜まりすぎちゃって、なのでここもしっかり掃除します。こういうメッシュになってるとこ全部掃除した方がいいね。まだ水も茶色いよ、ほら。どんどん出さないと。猫の飲み水もね、まだ飲み水として使えないね、これ。ほら。